はいどうも、麦茶です。今回はこんな感じのモデルを水溶性サポートと 3D プリンターを使って作っていきます。 FDM 方式の 3D プリンターでこんな感じの複雑なモデルを作るとどうしても支えとなるサポート材が必要になります。ただサポート材の除去って意外とめんどくさいんですよね。なので今回は水で溶ける特殊な水溶性サポートを使っていきます。ある程度 3D プリンターを使ってる人ならわかると思うんですけど、これは作り方次第で普通のサポート材でも全然問題なく作ることができます。ただ今回はサポート材を水で溶かしたい気分なので水溶性サポートを使っていきます。ちなみにだいぶ前のフラッシュフォージのクリエイタープロ2の開封動画でこんな感じの歯車のモデルも水溶性サポートを使って作ってます。こいつは組み上がった状態で出力してサポート材を溶かすことによってこんな感じに動くようになってます。それでは印刷していきます。印刷にはフラッシュフォージのクリエイタープロ2を使っていきます。こいつはヘッドが2つある特殊な 3D プリンターですね。こんな感じにヘッドが2つあって同時に2つフィラメントが使えます。ちなみに水溶性サポートはかなり湿度に弱いんで防湿ケースは必須です。白い部分が水溶性サポートの PVA でオレンジ色が PLA です。こんな感じにヘッドを切り替えて印刷していきます。タイムラプスも撮ってみました。水溶性サポートは吸湿すると糸引きがひどいのですが、今回はかなり印刷が綺麗です。ちょっと設定が荒いですがまあまあ綺麗だと思います。それではお湯を使って溶かしていきます。お湯の温度は PLA が歪まないように45度にしました。こんな感じにサポート材が溶けていきます。白くなっちゃって見えなくなったので何回かお湯を取り替えました。だいたい6時間ぐらいで完全にサポート材が消えました。まあ一応形は出てるなって感じがします。ただサポート材の距離が近かったり、あとは時間短縮のために積層を粗くしてスピードも速くしたのでちょっと表面が荒れてますね。モデルのダウンロードリンクは概要欄に貼っておきます。水溶性サポートを使える機体を持ってる人はぜひ印刷してみてください。今回の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。